ジャニーズを揺るがす衝撃の遺跡平野紫耀、岸ユ太神宮寺ユ太タが韓国のハイブ合流へ。こんにちは、芸能ファンの皆さん。今回は、日本のエンターテインメント業界に大きな衝撃を与える可能性のある、驚きの報道をご紹介します。今年5月22日、 キングプリンスコーオップ脱退し、ジャニーズ事務所を順次退場するとされている平野紫耀、岸ユ太、神宮寺ユ太タの3人について、韓国の大手芸能事務所であるハイブ、ハイブへの遺跡が噂されています。この遺跡の背後には、日本のエンターテインメント業界における様々な要因が絡んでおり、 ジャニーズ事務所も圧力をかけることができない状況に迫ってみましょう。ハイブ、ハイブ、韓国の巨大芸能事務所が日本市場に進出。まず、ハイブとは一体何者なのかを理解する必要があります。ハイブを、韓国を拠点とする世界的に有名な芸能事務所で、BTS やジャスティン・ビーバーなど、多くのアーティストを所属させています。 彼らのグローバルな成功は、音楽業界におけるその影響力を証明しています。そして、最近、ハイブは日本市場に本格的に進出し、元ケヤキ坂46の平手ユリナを移籍させたことで話題になりました。さらに驚くべきことに、ハイブは日本国内に新たな法人であるニーコー、ネイコーを設立しましたが、その目的はなんと、 金プリの退場メンバーを受け入れることだとされています。ジャニーズ事務所の圧力が通用しないこの遺跡話に関して、ジャニーズ事務所からは懸念の声が上がっています。かつて金プリは6人のメンバーで活動していましたが、その中には岩橋玄樹も含まれています。岩橋はパニック障害を理由に休養し、2021年にジャニーズ事務所を退場しています。 そして、今回の報道では、岩橋が平野、騎士、人流の3人と合流し、2以降、に所属する可能性が浮上しています。岩橋は退場後も音楽を中心にソロ活動を行っており、彼のフォロワー数は80万人を超え、根強いファンが彼を支持しています。もし、4人が同じ事務所に所属することになれば、事実上の、新生キングプリンス、 が誕生することになります。ジャニーズ事務所に残る長瀬角と橋山の二人がいくら本家を主張しても、ハイブは世界的な巨大企業であり、ジャニーズ事務所にとっては圧力で同行できない相手です。このまま三人が岩橋と合流すれば、ジャニーズ事務所にとっては最悪のシナリオとなるでしょう。ジャニーズ事務所が直面する南極、日本の芸能界では、 ジャニーズ事務所は絶大な影響力を持っていますが、今回ばかりは、白旗を挙げるしかなさそうです。背部への進出と、その背後にあるニーコへの設立は、日本のエンターテインメント業界に新たな風を吹き込む可能性があり、ファンにとっても楽しみな展開となることでしょう。この報道が進展するにつれ、私たちは平野市を、岸優太、神宮寺優太、 そして、岩橋玄樹がどのような未来を切り開いていくのかを注視していきます。エンターテインメント業界の舞台裏には常にドラマがあり、その行方に私たちは興味津々です。今後の展開に注目しましょう。結論。平野史洋、岸優太、神宮寺勇太。 そして、岩橋玄樹といったジャニーズ事務所の人気メンバーが背部に一筆席するという報道が浮上しており、日本のエンターテインメント業界に大きな波紋を広げています。ジャニーズ事務所の圧力が通用しない相手に直面し、新たなエンターテインメントの舞台が形成されつつあります。 私たちは今後の展開に注目し、これらの才能あるアーティストたちがどのような未来を築くのかを見守っていくでしょう。エンターテインメント界はいつも新たな可能性に満ちています。読者への挨拶。この興奮と期待に満ちた報道についてお読みいただきありがとうございます。今後のエンターテインメント業界の動向について一緒に注目していきましょう。 何か質問やコメントがあれば、どしどしご意見をお聞かせください。